て、今日はありがとうございます。よいしょ。皆様、おはようございます。おはようございます。町屋光明寺の IT 住職と呼ばれて4ヶ月。はい、釈龍徳という僧侶でございます。住職をしております。今日はね、町屋光明寺が始めたプロジェクションマッピングという技術を使った法要とか法話を皆さんに見ていただこうと思いまして、お声をかけさせていただきました。まあ、お子様方もね、わざわざ来てくれてありがとうございます、ね。で、お寺でね、プロジェクションマッピングをするというのはちょっとめったにないことなんですけども、光明寺というお寺は新しいことに挑戦するのが好きで、いろんなこの御堂を作るときに試みをしております。で、まあ、おいおいそれはお話ししますけども、皆さんはお寺に法要に来るっていうのは何をしに来るかということをちょっと考えてみますと、ちなみにですね、私は今49歳なんだけども、元気なんですよ。で、お坊さんって元気じゃないと務まらないんですよね。特に怪我をしてはお坊さん務まらない。だからどうして怪我をしないかというと、いつも元気なお坊さんは毛がないから怪我がない。私どもはお坊さんというのはこう頭をツルツルにしております。ちょっと私伸びておりますけども、いつも皆さんが来ていただいたときに、いろんな悩み事やいろんなご供養できるように常に体は元気しているんです。そんなお寺ですけども、 お寺ってどんなところ、ね、ちっちゃいお子様もおりますけども、お寺って何しに来るのかなと思っておられると思います。一番最初にお寺っていうのは仏様がお見えになります。仏様というのはちょっと今これスクリーンで隠れちゃってますけど、この奥におられる、仏像、これはここのお寺では阿弥陀如来という仏様で、ご利益がある。それからあとお坊さんが修行します、ね、よく禅寺なんかでは座禅を組んでそこにこうお坊さんが来て、棒でバシッと叩く姿がありますけど、厳しい厳しい修行をします。それから法要とかね、お葬儀とかそういうものを務めるわけです。これはね、皆さんのご肉親が、お亡くなりになった、もしくは亡くなったご先祖様を供養したいという思いに応えて行っているものが、これがお寺で、ね、皆さんがお寺に関する印象だと思いますけども、お寺ってそれだけじゃないです。本当はもっと大事な大事な目的がありまして、それは何かというと伝えるということ。皆さんに何かを伝えたい。何を伝えたいかというとね、ちっちゃな子ちゃんもねたくさんいてね、何を伝えたいかというと、一つは命の尊さなんですね。で、命っていうのはちょっと目に見えるものでも映るものでも形にあるものでも何でもない。でも人が赤ちゃんとして生まれてきて、そして、学校に通うようになって、大人になって働いて、そして、老人になって老いていく。この先に何があるか皆さん分かりますか、ね、年取った後にあるものは何かというと死ぬという。で、死んだ後どうなるか、ね、日本だったら火葬されて最後お墓に入る。命というのはね、決して、この生きている間だけが命じゃないんです。生きている時から、そして命がなくなるところまでしっかり全うして、これが命なんですね。だから、死ぬということはね、大事なことだから考えちゃいけないという風潮が世の中にはありますけども、仏教ではいつか人は必ず死ぬんだから、ね、生きているうちから自分が死ぬということ、そして、自分の血を分けた親族やいろんな方が一人ずつ亡くなる寂しい思いもするけども、それが人なんだということを伝えていく、これがお寺の使命だと思っています。それから自分の命というものは自分だけのものでなくて、たくさんの人につながっているもの、ね、ね、小さいお子様おられますけども、お父さんお母さんが
みんなを守ってるから、ね、安心して生活できるでしょ。でそのお父さんお母さんもまたおじいちゃんおばあちゃんが守ってくれたから生活ができる。そしてそのおじいちゃんおばあちゃんもまたご先祖様が慈しんでくれた、愛してくれたから、みんな、ね、大きく育って、そして、命をつないでいったわけです。だから命というものは自分一人のものじゃないよ、たくさんの人が関わって、そして一つの命なんだよ。自分の命はお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんご先祖様から少しずつ分けてもらったものだよということを、これを感じること、これを命につなぐという。でもね、人だけじゃない、自分が、ね、今いるのはご先祖様のおかげだけど、今自分の体ができているのは何かというから、食べ物は全部生き物です。植物も動物も全て私どもが毎日いただきますと言って食べているものは生き物なんですね。だから私の命というのは動物の命、植物の命、お魚の命、そういうものを少しずつ分けていただいて今の体を作っている。だから命というものは自分だけの力じゃなく、こういうご先祖様のご縁、そしてたくさんの食べ物のご縁、そういうものがあって初めて今の私がいるんだよということを分かっていただく、ね、なぜかこのちょっとロボットの絵が一つ入ってますけどね。最近ではね、お米を作るのにも、ね、小麦粉を作るのにもね、麦を作るのにもドローンみたいな、こう機械がブワーッとこう殺虫剤というかね、そういうものを撒いたり、まあ、機械がどんどん自動化していって食物を作ったりなるようになりました。もう人間が働くことを機械が代わりに始めるような世の中になってきた時に、私どもに、生きる力を与えているくれる、その一つがまあ、人間が作り出したこういうロボットや機械も働いている。だったらこのロボットや機械からも少しずつ力を分けてもらってるんだよということを感じてもいいんじゃないかなと。 IT 住職なんでそういうことを考えております。さて、そのいただいた命を感謝をするということを最後に、していただきたい。自分の命を大切に思い、そして命がつながっていることが分かったら最後に感謝をしましょう。いただきますという、ね、皆さん食べるときに言いますよね。それは誰に対していただきますというふうに、感謝をするのか、ね、魚を取ってくれた漁師さんにするのか、お米を、ね、作ってくれたお百姓さんにするのか、誰にするのか、いろいろ考え方はあるけども、私はこの命として私どもの食べ物に分けてくださったその前の命を持っている動物や植物、そういうものに対してありがとうございました、これからこれを私がいただいて、そして自分の血肉としてね、活用させていただきますという、そういう感謝の気持ちがいただきますという言葉に表れているのだと思います。またご先祖様やご縁のある方にもどんどん、感謝をしてね、本当に感謝感謝の気持ちでいけば必ず人は幸せになれる。仏様、お寺というのは幸せになるコツを皆様に伝えたいということ、その幸せになるためには命の尊さ、命のつながり、そしてそのことに感謝をするということ。